皆さんこんにちは。時刻は15時30分を回りました。引き続きウェザーニュースライブアフタヌーンは大島リノンが担当します。よろしくお願いします。改めて見るとめっちゃ面白い。8カメスタートだし、こうね、桜バンダナ、このね、桜プロジェクトのバンダナをね、紹介。画面に映る自分が想像以上に面白い。今日バンダナ紹介すると思って、絶対あると思ってたんですよ。で、私今日ポニーテール、なんかね、やっぱり月の初めは気合い入れで結構ポニーテールすることが多いんですよ。そう、1月1日、2月1日ってポニーテールだったので、3月1日もあのポニーテールにしてきたら、なんか中学生の頃くらいこうやってバンダナをね、こうやって巻いてたはずなんですよ。え、多分両親見てるかな。なんか私こういうのしてたよね。バンダナこう、そうやってて、こうね、こうして過ごしてたんだけど、なんかね、今日桜バンダナピンクと水色なんで、なんかウサギみたいですよね。なんかちょっとね、雰囲気違う感じになりましたね。でもどうですか、バンダナのこう、あ、近い。近い。バンダナの付け方としてこういうのもありかもしれない。これだってさ、結んだ時にこっちがピンクでこっちがちょっと水色と白っておしゃれですよね。ぜひぜひ。さあ、バンダナのね、やり方としてちょっと一つ紹介してみました。なんかいつもバンダナをこうやって広げてしかやってなかったなと思って、なんかやったんですけど、可愛いですかこれ。本当ですか、皆さん可愛いって言ってくれたらよかった。ね、両親見てる私こんな感じでね、バンダナしてましたよね。さすがにね、写真中学生とか小学校高学年くらいだった気がするから、ちょっとね、写真ないと思うんですけど、これはこれで新しい、確かに。ちょっと面白いですけども、可愛かったら良かったです。なんだろう、自分で考えたのかな。多分ね、誰かがやってる芸能人さんとかを見て可愛いなと思って、なんかお父さんのバンダナを借りてた気がする、その頃。でもね、これ桜バンダナもできるから、ぜひやってみてください。これ可愛いですよね。だってこっち向けばちょっと水色だし、こっち向くとちょっとピンクっぽい感じで、うん、可愛い。ということで、ありがとうございました。ちょっと一旦おしまいにしましょうか。こんな感じでね、細くするとできると思います。一応バンダナですからね。アップ始まりますか。ね、うさぎみたいでしたけども、ぜひね、バンダナでいろんなアレンジしていただければと思います。こんな風なね、柄になっていて、やっぱりピンクと水色なのでいろんな柄が出て可愛いですよね。ちょっと待って、後ろかも、裏かな。こっちだ、こっち、こっち。なんか薄いなと思った。こっちですね、裏ですよ。裏でしたね、すいません。ピンクと水色のね、柄いろいろ可愛いと思うので、ぜひやってみてください。